皆さんこんにちは。どうもファントムドライバーで、ちょっと時間ね押してしまったんですけど、今回がこれが実質3回目のオフ会で、まあ、昨年武道館で1回目を行いまして、昨年の150回の武道館の際にこのぬいぐるみのね、ぬいぐるみの撮影会ということで、それが2回目でした。で本日が3回目ということで、ね、今回はご遠方からいらしてる方もね、いらっしゃいまして、まああのまあ今日はこういうね企画を考えてるんですけど、何とぞ最後まで楽しんでいっていただければと思います。よろしくお願いいたします。そういう流れでよろしいですか。はい、いいです、はい、マニアックトークじゃないですね。あの私のことはね、もう皆さんご存知かと思いますんで省略します。誰じゃあまず こっちから本番、あ、そうしましょうか、はい、あ、どうも今日は皆さんご苦労様です。知らない方も多数いると思うんですが、すいません、いつもあのお世話になってます。山木です。よろしくお願いします。先日、サントンさんの YouTube チャンネルに出させていただきました、オスターと申します。あの多分この今日の参加メンバーの中では最年少になるかと思いますので、皆さんの、いろいろ情報ですね、勉強させていただきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。32歳、1991年生まれだということです。そう、マスク取ったお顔は初めて入る。なんでマスクしてんのと思ったんですけど。一応ね、個室で。写真撮る。はじめまして、マスターと山岸さんは。あ、もう本当は先日ありがとうございます。とんでもない。お米と、YouTube のお米と、米と、はい、お芋の茨城から来ました。仕事います。エラの友達になっておいた方がいいですよ。お芋は焼き芋食べる。焼き芋うまい。うまいよね。お芋とお米のことであれば言ってください。はい、直接ですから農家たちと。あとで名刺お願いします。今日よろしくお願いします。こんにちは。どうも。信州から来ました。信州はどちらですか。信州は長野ではなくて松本の方。松本からそこ大事なんで。そうそう、大事なんです。はい、松本から来ました。白吉と申します。皆様の素が激しくて、はるばる来ましたんで、今日は今日お店は大丈夫ですか。今日は臨時休業という名のサボりです。はい、俺と一緒だね。一緒だ。カラオケするのに宿まで取ってますから、はい、マスターはここ泊まれって。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は時間がたっぷりあります。はじめまして、私市川市から来ました皆川と言います。もう今年70日です。こうして皆さんとですね、お会いできて大変嬉しく、サントさん、山岸さん、キャロル、マスター、いろいろな、お疲れ様も、今日はよろしくお願いいたします。お願いします。皆さんこんにちは、はじめまして。いつも YouTube を楽しく見ていて、絶対直接皆さんとお会いしたいなと思って、今日は仙台から来ました。距離仙台、新幹線でいらっしゃる。まあまあ近いので、うわ手がそんなに遠くはないので、はい、で皆さんよろしくお願いいたします。いやいやいや、仙台でお会いしてるんですか。お会いしながら、ね、今日は初対面。上には上がいるじゃないですか。近い近い。近い皆さん、はじめまして。の方もいらっしゃると思うんですけど、
A ちゃんのライブ以来ですかね、はい、の方もいらっしゃると思うんですけど、今日はあの素晴らしい会場とこういう機会いただきましてありがとうございます。あ、サムと言いますね。普段あのインスタやってまして、インスタつながりで、皆さんとつながってます。よろしくお願いします。いつもねギターをこう弾いてらっしゃるね、下手くそ映像を流されてますよね。今日はリクエストあったんですけど持ってきますよ、ね。はい、ありますよ。俺の山肌ありますよ。はい、あ、どうも、トムと申します。埼玉から来ました。自転車で ちょっと迷いましたけど、佐藤さんの YouTube に、ファンで結構コメント書き込んだりしてて、でいつまにかこう、オフ会に参加したりしまして、そうですね、1年前にね、1年前 の武道館の3月のオフ会に参加して、それ以来ちょっとインスタ始めたりして、山口さんとかキャロルのスタとかいろいろお世話になってます。今日はよろしくお願いします。必ずコメントするからね。大したもん。大したもん。大したもん。ありがとうございます。あ、じゃあマスク。あ、マイク。で、本日あのねご出席いただいた皆様からいろいろね、差し入れと頂戴してるんですけど、その他として、実は函館かな、函館のねトライさんから。なんとこちらマージャンパイ、マージャンパイ数アンコ、ね、これチョコレートね、多分チロルチョコか何かにこう印字されてるんですけど、うん、で A ちゃんバージョンとキャロルバージョンでシュガーダディバージョンと私サントドライババージョン、あとで使ってるよね。ありがとうございます。まず お宝になっちゃうんじゃないですか。もう一回取材来ますね。あとね、CD もキャロルの CD も頂戴してます。はい、ありがとうございました。トップバッター。ね、白吉さんお願いします。ワッケンロこちらの手順がよくわかんない、ね、EP 版の、はい、思い出というか思い出のある曲なんだろう。仕事ですけど、うん、僕は小学校の頃野球をやっておりまして、はい、割とこれでもあの注目されてたの でこれでちゃんとコカコーラ持ってるね。あ、そうですよ。コーラを小学生の時にうちの親父もちょっと野球違いで、はい、飲ましてもらえなくて、はい、はい、そして中学上がる頃だと思うんですよこれ、はいはい、上がる頃80年くらいかなくらいですかね。サンタさんは詳しいくらいにこのコマーシャルを見て、気球がこう、そうですね、砂漠かなんかで、うん、いやこれを見て僕の電車との出会いはこれなんです。カモニン工具ですね。カモニン工具です、はいはい、これとそしてコーラとの出会いもちょっと腰をやっちゃって野球ができなく、うん、ちょっと分離症っていうちょっとまあ自分ごとであるんですけど、うん、骨がこう分かれちゃうあれで、そしたらこう、まあ、こうそのうちね年も中学生でこういうのとかこういうのに興味が出てきちゃって、で A ちゃんとでその時にコーラも初めて飲んだんですよ、僕生まれて初めて、うん、A ちゃんも感動したんですけど、コーラを初めて飲んだら、なんてこれはうまいんだっていうのってそれも感激して、中学の時中学だと思う、中学入った頃ですかね、もうその思い出の曲、その思い出でここからスタートだ、はい、その時初めて飲んだのコーラ、そうです、僕生まれて初めて、なんか戦後の話みたいな、なんか親父が新中軍でも昔コーラって骨が溶けるって言われてましたよね、歯が溶ける骨が溶けるなんかいて野球やってだからコーラ飲んでないのに分離症になっちゃったんだろ、ね、分離症になっちゃったんですよそうですよね、そういうことなんですよ、ね、飲んでたらならなかったかもしれないそうです、そうです、そういう、はい、そんな思い出があって、はい、ここをかけ、かけましょう、持ってきました、はい、はい、僕がかければいいのかな、お願いします。わかりました。騙されたプレイヤーですかいや、あれはあ、これは騙されなかったその後に買った、買いました、自分で改造したやつ
シングル用のこんなちっちゃいのは匂いがまた独特の香り、来たよ、またマニアックな電動のもありますから、あーそうですね、揺れる髪切なく驚くよ南風。そうですね、ベスト10に、そうですよね、NHK もなんか、これミスプリバージョンですよね、ミスイズ、アが、アが抜けてるバージョン、皆さん、あのせっかくお持ちいただいてるんで、私はシングルないんですよ、いいんですよ、LP の何か1曲では、別に私特にないね。全曲好きなの。その先あるの LP は本当におかえりゴールデンヒッツですね。愛読バージョンでな。その中でもこれは探すの大変じゃない。いや、あのそのままそのままかけますよ。はい、何がよろしいですか。ラストチャンスですね。ラストチャンス、はいはい。これはあのギターが。キャロルのエピソードございましたら教えてください。ライブも行かれたんですか。あもう、私あの茂さんと同じであの最初のコーラテンと、あ、はいはい、はい、その後はもうブドウです。はいはいはい、だキャロルの頃は行かれて、行ってないではないですね。日比谷公園のソロバーああはいはい、そんな皆川さんからリクエストをいただいたのがファンキーモンキーベイビー。本来はいいですか。はい、ラストチャンスをしたかったんで。ああそうですね、そうですね。これね、グッバイキャロル聞くと愛されてる、愛されてる、違うの、びっくりした。で、お誕生日、私のお誕生日に近いあたりに古着屋さんとかそういうリサイクルショップが好きで回った時に見つけたらしいんですね。で、私が持ってないっていうことで、うん、これを安いんだけれどプレゼントっていう、いただいたものです。でもバイク事故で死んじゃったんだよね。いやいや違います。どうしてもひょっとしたら、はい、ではその真夜中のロックンロールかけましょう。何も連れてない、すいません。まず片手でスッと、はい、あのそうそうそう、そうだね、じゃん、うん、パンも合わない方がいい。10点入られます。他何ですか。ライブオーケーは2面かな、国立ですか、2面の最後、うん、アルバイナで、ここがスタンドで、そうですね、2回目が、ね、あの最後ね、はい、それでまずスプレーを、違うの、そう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 。で、スプレーですね。やっぱり本格ですよ。これはもう本当にね。この朝のゲストの方、この人何じゃなくて、そうですよね。29。あ、オッケーオッケー。で、本来はこれね、これ外すんですけど、ちょっと浮かしたいんで、そのまま置いて。穴に差し込んでください。はい。
それで、このリフトを持って、一番最後の水のところかな。そうね、大体その辺で一回、それでリフトをね、下ろしてください。そうそうそう。ああ、よかった、よかったですね。49年前ですか。ね、75年ですもんね、発売ね。いや、素晴らしい。素晴らしい。マサ、すいません。あの話を僕聞きたいんですけど、先週このステージで、三吉さんがね、これ三吉さんですか。その話をご披露いただけません。全然大した話ないんで。三時間ぐらいかかるじゃないですか。まさ、テレビ時間に。三時間ぐらいで終わる。三吉さんはですね、ある縁があってちょっとうちでもやってくれるというところ。よし三吉さんですね。12月の2日にやって、そっと練習してくれて、あんまりやってないんだけど、ちょっとやってみるよということで。結構なんかごめんちょっと間違えちゃったなって言いながら、我々ど素人には全然分からず綺麗に弾いておりました。皆さんご存知の通りのね、あの映像の最初のイントロから入るところから全部やってくれましたけれども、でまあいろんな話をしている中で、まあ、また6月30日にまた来ますよということで、佐々木さん、あの一応いいよ、ここまたやるよと、あの世界の山本教授さんはちょっと狭いということでございますが、佐々木さんはね心広いんで、あ、そういうことですよ。キョウさんが狭いみたいですけど、キョウさんあの越谷ですぐそこですからね、あのぜひ、キョウさんにも出会ったりね、またここでやってもらいたいなと、まあ、ゆうちゃんの、ね、バックを務めるメンバーがここに来てくれるというのも面白いので、そうです、あのおかげさまであのいいライブになりました、さきさん、改めてありがとうございました。そしてご来場いただきました、あ、ここにはいらっしゃいませんね、皆さんありがとうございます。次回は6月30日日曜日でございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、僕が選んだのは今日はこれにします。矢沢ですね。いや、最初出ていいですよね。もうね、これレイカーズの、はい、かっこいいですよね。初めて、まあ、現地のミュージシャンみんな集めて収録した曲ですけど、その中でね、山木さん見えてるんで、僕はシュガーダディを今日かけようと思います。でね、あの、このね、曲のベースラインが僕めちゃくちゃちょっと刺激される部分があって、2番のベースラインをちょっと聞いていただくと、おって思うと思います。これはちょっとオスカーさんと話して。はい、ありがとうございます。アドリブですね。1番と2番のベースが違う。違うのかというか、あの、アドリブですね。これ、PM9 ライブで初めて、確か、聞かせてくれるんですよね。で、その時はもちろんコーラスの人が、あの、デュエットのようにやってますけど、その後、ね、ヨコちゃんとデュエットは有名ですけど、僕はね、あのゼイティアとやった時の、はい、あの黒人のね、コーラスの人、あの人とやった時がすごい好きですね。これはむしろ定番のですね、はい、銀座の恋の物語じゃないけど、デュエットソングとして新たに出してほしいね。ああ、いいですね。はい。誰がいいですか？二社がいいです。まあ、八代亜紀がなくなったな。ユーミン。トムさん行きますか？ああ、トムさんは、まずレコード。レコ
そうですね、レコードで、うん、はい、またあれじゃん、アップボーダー洋楽になっちゃうけど、いいですか、続けて。ああ、いいですよ。洋楽というか、英語詞というか。それボーダーですか。いや、いや、あの、B 面の B 面なんなのレア曲で、Don't come to じゃなくて I say that I love you。 はい、はい、はい、何か思い出が。実は A ちゃんってあの CM としてあのコーラムだとか、うん、イエスマイラブとか次回の泊まりとかも知ってたんですけど、アーティストとして買ったのが実はこのボーダーとこのカセットだったんですよ。、うん、このベスト版買ってこれで、ね、ちょっとハマっちゃいまして、実は最初にお金出して買って聴いた曲がこれなんです。ザ・ボーダー、はい、このベスト版の1曲目がザ・ボーダー、うん、で A 面が英語詞のずっと Don't come to close とか、それじゃあのジョニアカのコマーシャルやつ。そうですね、ボーダーはマイケル・マクドナルド、そうですね、マイケル・マクドナルドが、そうですと、ボビー・ラ・カインとか、うん、あ、ボビー・ラ・カイン、佐藤さん、はい、ポンちゃんから。で、ちょうどこれワールドレコード第3弾のこれが出る予定だったんですね。ところがあのいろいろボビーとなんかあったらしくて、で出なかったっていう幻のワールドレコード第3弾がザ・ボーダーだった。なんか2枚組で出るはずだったっていうのなんかで読んだことがある。でこの中から、ワールドアルバムで幻のお蔵入りになったやつの中で、唯一残ったのがザ・ボーダーとの B 面の I said I love you っていう曲なんですけど、まあ、レア曲ということで今日はじゃあ B 面のこの I said I love you っていう曲。はい、I said I love you。 はい、でこれあのこれは、作曲が A ちゃんで、うん、作詞が、あれです、あのキースです。キースクヌードセンですね。クヌードセン、あれは正確に言うとどうなんでしょうね、クヌードセンなのかクヌードセンなのか、K を発音するのか、発音しないんじゃないかと思ってるんですね。 A ちゃんはクヌードセンです。完全 A ちゃんはクヌードセンと言いますよ、ね、はい、という曲ですね。まあちょっとアメリカンな曲です。はい、これお願いします。はい、以上マニアック。いやもうね、トムさんね、名目はっきりだよこれ。もう本当にそう。ね、よく期待されてたんですけど。はい、トムさんがカセットをね、持ってきてらっしゃる。この道の向こうにはやっぱりリワさんが入ってるだけなんですか。ですね。あれは、うん、この道の向こう。キスミープリーズが一番あれかな、古いのかな。今白いベストに入って。白いベスト、あの星いっぱいになってるやつです。いや、違うの、あの、CBS ソニーとワーナー。 A ちゃんの初トラってないんですかね、あったんですかね、当時は。どうだろう、キャロルはよく見たけどね、カセットの初トラって見たことないな。そうですね、はあ、あの、ガシャンって入れるやつですよね。うん、うちの親の車とか、それは初トラだったんで。ドラえもんの歌が入ってたんだ。 Life is good。